引き続きご参加いただいている皆様には重ねてのお願いとなります、なり恐縮ですが、改めまして開催に際しまして、まずは注意事項の知らせとオンライン参加の皆様へのご協力のお願いでございます。皆様、本日はお忙しい中、山口ワーケーション塾にお集まりいただき、誠にありがとうございます。基本的にはビデオをオンにして、ぜひお顔が見える形でご参加ください。広報を記録用に写真や動画の撮影を行っております。あらかじめご了承ください。プライバシー面で気になる方は、適宜ビデオをオフでご参加をお願いいたします。ズームの表示名ですが、お名前、アットマーク、ご所属にご設定をお願いいたします。SNS の公式ハッシュタグは、ハッシュタグ、山口県ワーケーション塾です。よろしければ、山口県ワーケーション塾をつけて、ぜひシェアをしていただけますと幸いです。感想やご質問などは、ぜひチャットにご記載ください。講演の途中でも問題ございません。お願いは以上となります。今回は間もなく20時よりスタートいたします。このまま、もうしばらくお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。
お時間になりましたね。ありがとうございます。第4回ということで、ワーケーション塾ですね。引き続き会場の皆様は参加いただいている方が多いかなというふうに思いますし、オンラインの方もですね、引き続き残っていただいている方が多いなというふうに思いながら、拝見させていただいております。先ほどの、音楽ですね、ANA の飛行機に乗ると流れてくるっていうような印象があります。すごい旅に。たような形になりますけれども、引き続き第4回目も、どうぞよろしくお願いします。後半の4回目は実践講座というところで、里山とワーケーションの、0.5 先で仕掛けたいことというテーマでですね、藤田さん、観光庁公益収入促進のための専門家、京都ワーケーション協議会共同代表の藤田さんと、瀬戸内ジャムズガーデンの代表取締役、松下さんにお話しいただければというふうに思っております。前段の方ですね、第3回目の冒頭の方にいろいろ会場のご説明とかご紹介とかさせていただいております。今回の4回目からご参加いただいている方はですね、事前にお送りしております資料がございますので、この資料をご確認いただくと、会場の解説ですとか、前回までの振り返りみたいな部分ですとかを、情報共有しておりますので、ぜひですね、PTX 上から送られてきている、資料の方をご確認いただければというふうに思っております。ではですね、ちょっと早速ではございますが、藤田さんの方からですね、お話しいただけたらというふうに思っております。もう始まってすぐっていうところで、大変恐縮なんですけど、藤田さん、ご準備の方よろしいでしょうか。大丈夫です。ありがとうございます。では、皆さん、改めまして、藤田と申します。京都で宿泊施設、ちょうどこちらの後ろの画面ですね、映ってるところは宿のリビングルームになるんですけども、宿泊施設、藤田 B&B っていう宿を、やっております。で、早速ですけど、ちょっと画面の共有、20分ということですので、ちょっとあんまり、かなり早口になってしまうかと思いますが、お話しさせていただきたいと思っています。簡単にまず、これ、見えてますでしょうか？大丈夫でしょうか？そうですね。OK です。全画面を。そうですね。スライドショーで、なりますね。最初から。改めまして、藤田と申します。先ほどご紹介ちょっといただいた通りですね、私は事業会社十数年ほど、経験した後に、宿泊施設、藤田京都、藤田 B&B という宿を、今からちょうどですね、8年前ですかね、スタートして、今に至っています。で、主にですね、海外の方、少しだけ数分間で宿を紹介させていただきますと、主に海外の方が非常に多い宿でした。ですので、コロナになって非常に直撃の、業種というかですね、お客さんが本当に少なくなったっていうところで、ワーケーションの取り組みを、しているっていう流れになっています。で、ご紹介いただいた通り、観光庁の、専門家とかですね、大学でちょこちょこと授業させていただいたりだとか、いう機会をいただいてたりもしています。その中で、今日はワーケーションのお話をちょっと中心にさせていただこうと思ってまして、ちょっと宿の、紹介、少しだけ写真で、シェアさせていただきますね。これはリビングルームですね。で、バイク&ヨガってことで、自転車だとかヨガをやったりだとか、京都を自転車で案内したりだとか、イベントとしてですね、日本らしいイベント、皆さんで流しそうめんをやったりだとか、餅つきをやったりだとかっていうような宿ですね。で、3つの価値といきなりありますが、出会ってつなげて交流するということを、大事にこれまで、やってきました。そんな宿になっています。で、ワーケーションの事例としてですね、私たちというか、お客さん、京都ワーケーション協議会の代表もやらせていただいているんですけども、ちょうど2年前からですね、ワーケーションの取り組みをしてきました。で、やはりその、京都の中でですね、なかなかその、いきなりパッと来て京都の中でこういろんな人とつながるっていうのは難しいってことで、我々が、水先案内になって、ワーケーションに来られた方に対してですね、京都の内外の方をつなごうというところを主に、活動の、大事な点として、やっております。で、例えばちょっと急に具体的な話ですけども、
まず最初に我々が行ったあのワーケーションの事例としてですね、まあ、私自身がその観光の仕事をまあやっている関係もあってですね、あの例えば、まあ、あの京都には3つ DMO があるんですけど、まあ、あのその中の一つの、森の京都 DMO だとか、観光協会の方々をお招きして、ワーケーションに来られた方に対して京都にはこんな魅力があるんですよっていうことをお伝えしてですね、でじゃあ実際じゃあ明日まあ、綾部市って場所聞いたことないけども、じゃあ綾部市にみんなで行ってみましょうよとかですね、南丹市はこんな素晴らしいところがあるので、皆さんで行ってみませんかとかですね、そういうような、ワーケーションの、イベントというか企画を、実施しました。はい、だとか、あとまあ事例をちょっといくつかこれから並べていくんですけども、まあ、親子でワーケーションってことで、ちょうど去年ですね、去年の3月に、やりまして、これは、まあ、京都に来て、まあ、後ろにちょっと見えてますような、農家さんのところ、まあ、主にこの九条ネギ、ちょっと見えて、薄く見えてますけども、九条ネギを栽培している、ロックアームさんというところに、皆さんで、ワーケーションに来られた方とみんなで行ってですね、農業体験をやったりとかですね。あとは、そのワーケーションの期間中に、例えばここに見えてます、右下の、音楽家の、河野さんに、来ていただいて、例えば、お母さん、お父さんが午前中仕事している間に、お子さんはちょっと、この河野さんの音楽で、ダンスをしたり、音楽の、まあ、楽器をみんなで作ったりとかですね。そういった、我々が企画をして、来ていただいて、で、お仕事している方もおられば、まあ、お子さんと一緒にですね、音楽を楽しむような方もおられたりとか。まあ、そんなワーケーションの企画をして、これも結構好評でした。まあ、なかなかちょっとコロナの状況があったので、10組ぐらい来ていただきたいところ、実際は5組ぐらいという形で、だったんですけども、まあ、非常に、好評でして、まあ、2泊では足りないということで、まあ、3泊、4泊もっとしたかったっていう声が、結構多かったです。まあ、それが、まあ、それを引き継いで、去年、今年ですね、今年の2022年の3月も実は、ワーケーションの、イベント、エコワーケーションやったんですけど、ちょっとまたそれは、写真で後ほどお見せしようと思っています。まあ、こんな、あ、これは写真、まあ、新聞に取り上げていただいたりですね。まあ、ゲストハウスでワーケーションということで。あとは、お茶作り未来会議ってことで、まあ、京都のお茶のを作ってる会社さん、お茶じゃなくて、すいません、原材料メーカーですね。和菓子の原材料メーカーを作っている会社さんと一緒に、お茶の新商品の開発をみんなでしましょうという副業ワーケーションって書いてますが、こんなことも、実施しました。まあ、ちょっとなんかイメージ分かりにくいかもしれませんけど、ワーケーションが来られ、ワーケーションとして来られた方に、その京都の、これから新しい新商品開発する、その新商品の開発に一緒に携わっていただくという中で、まあ、その中で、じゃあ、例えばですね、そのワーケーションの参加者の方が、のアイデアが、その会社さんにとってすごく面白いアイデアだから、じゃあ一緒に6ヶ月、一緒にやっていきましょうよという形で、例えば業務委託をしていただいて、一緒に、まあ、仕事を一緒に生み出すという、まあ、そんなことのワーケーションの、まあ、これがそうですね、お茶作り未来会議と。まあ、商品開発に参加しようということで、やったりもしました。まあ、こちらも京都新聞さんに取り上げていただいて、まあ、綾部市という、なかなか関東の方はですね、綾部って聞いても、それはどこなんですかっていうところでですね、知らない方が多かったんですけども、まあ、いざみんなで行ってみるとですね、まあ、個人的にまた綾部に遊びに行きたいとかですね、いう関係性ができたりとかもし、非常に、いい事例だったのかなっていうふうに、感じています。これまで、まあ、主に、連携していただいた自治体さんだったとか、企業さんの、こんだけ、これぐらいあるし、まあ、これから、まあ、まだまだ実績を積み上げていっている段階なんですけども、ということですね。で、まあ、やはりそのワーケーションに来られる方っていうのは多種多様な方というかですね、ダイバーシティというか、いろんな方がおられるので、まあ、そういう方々の、意見、アイデア、バックグラウンド知識を、みんなでこう共有して何か商品開発につなげるっていうのは企業さんにとってもかなり、いいか、まあ、価値であったというふうに、まあ、実際、その会社の社長さんなんかのお話を聞いてると、そういうお声もいただいていました。
はい、まあ、こんな形で、まあ、我々がですね、まあ、最初のところ、やっぱり一番目の仲良くなるっていうところが、なかなかその、まあ、各地いろんなエリアからワーケーションで来た方が、こう、急にこう、なんていうんでしょうね、人をお互いつながるっていうのは、まあ、難しい場面もあったりもしますので、そこを我々がこう、なんていうんでしょう、間に入って、つなぎ役になるようなことで行っていました。はい。ちょっと写真でですね、事例を少しだけ、まあ、具体的にちょっと見ていただきますけども、これ1日目ですね。これ皆さん、ほとんどの方が初対面というか、初めて顔合わせの方々ばっかりだったんですが、まあ、アイスブレイクをして、で、たまたまこの日だったか、次の日かだったかね、誕生日の方がいたんで、みんなで誕生日をお祝いしたりとかですね。まあ、こんなところでアイスブレイクをしつつ、2日目に実際、綾部、という、まあ、京都から車で1時間ぐらい、1時間ちょっとですかね、離れたエリアなんですが、みんなで、場所を移動して、実際現場で、綾部市の生産者のお話を聞いたりだとか、いうような、場を作りました。で、まあ、せっかく来てるので、観光の名所にみんなで行ったりだとかですね。で、その夜帰ってきた、まあ、京都市内の宿ですね、私の宿の中ですけども、皆さん夜遅くまでですね、プレゼン資料を、まあ、夜中2時、3時まで、プレゼン資料を作っている方も、多々おられまして。はい。で、翌日、3日目ですね。それぞれが、発表するという流れで行いました。で、左手に見えている方がその会社の、まあ、社長さんなんですが、が公表していただいて。で、京都大学の先生にもちょっとサポートをいただいて、公表というかですね、皆さんのプレゼンアイデアに対して、コメントをしていただいたみたいな。そんな企画でした。はい。ですので、まあ、まあ、会社さんが、会社さんがというか、ワーケーションに来られる方が、ただ単に、その仕事をみんな、それぞれする。プラスアルファとして、そのある会社の、新商品をみんなで考えるというところ。まあ、そこが結構、まあ、会社さんにとっても、それぞれその日本全国から来られる方々のいろんなアイデアをお聞きできるという点と、あとなかなかその自社内では生み出せなかったアイデアとかですね、視点とか、そういうところをいただけたというところで、すごく、まあ、大変満足していただいた事例だったかなと思っています。で、私たちの活動ということで、まあ、まあ、京都ワーケーション協議会の活動としては、こういう実証実験だとか、まあ、連携事業だとかですね、まあ、企業さんところとの連携事業なども行っています。はい。で、こちらは、こちらの資料ではここまでとしまして、ちょっと直近のですね、ワーケーションの、親子ワーケーションを、つい3月に行ったワーケーションがあるんですが、ちょっとそこの資料を共有させていただきますね。これか。ちょっと待ってくださいね。すいません。ちょっと今回そのワーケーションにの時に、ノートでまとめたのがありますので、たまたま私たちのワーケーションやった時にですね、これ見えてますでしょうか。はい、バッチリ見えてます。はい、たまたまインターンシップで学生さんが来ていただいてまして、そのインターンシップの学生さんの目を通して、ノートにまとめていただいたワーケーションの、まあ、報告というかレポートというかですねになっています。で、先ほどちょっと話しましたが、まあ、親は、大人はリモートワーク、まあ、子供は遊びということで、まあ、この写真が、まあ、象徴的な写真だったりもしますが、主にですね、午前中は、こうやって、まあ、アクティビティというかですね、例えば、1日目なんかは、まあ、ソプラノ歌手の先生に、来ていただいてですね、こうやって、前で音楽をしている中で、まあ、ちょっと後ろは見えてませんけども、まあ、見守りつつですね、お仕事をしている方もおられたりですね、ちょっとこの左手の奥に、仕事をされている方が、見えているかと思うんですけども、まあ、こうやってリビングエリアが広いとですね、お子さんが横で、まあ、
遊んでいたり、まあ、今でしたら、この写真でしたら、まあ、ソプラノ歌手の先生が、指導ですね。まあ、これが楽器をみんなで作ってるところなんですけれども、まあ、その横で、親御さんが、ちょっと左手に見えてますけども、お仕事をしていて、まあ、ちらちら子供を見ながら、お仕事をしてたりとかですね。まあ、そんなことを行ってたりとかですね。まあ、まあ、だいたい、まあ、2時間ぐらいですかね、その先生が見ていただいている中で、まあ、リビングルームで仕事をしている方もおられれば、もうお部屋で、まあ、その時は見守りをしますよっていう前提だったので、お部屋で、仕事をされている方もおられました。こんな形ですね。まあ、手前でお仕事をされている方もいるんですね。で、2日目はですね、ペーパーナプキンでアート体験ということで、まあ、ペーパーナプキンという、まあ、その地盤でコンテンツを持っている方にお越しいただいて、ちょっと、お子さんと一緒に取り組んでいただいている間に、まあ、同じようにですね、手前でお仕事をしていただいて、まあ、こんな形で、これがまあ、子供さんたちが作った作品なんですけども、これを作ったりとかですね。で、午後はですね、基本的にみんなでプールをしますというところで、またまた私の宿の中庭にちょっとスペースがありますので、ここでちょっと大きなプールを広げて、プールで遊んでる、子供さんたちが遊んでる間に親御さんたちはお仕事をしていただくというような、まあ、スケジュール的にだいたい10日間ほどこのワーケーションのイベントを行ったんですけども、まあ、基本的に午後はプールですと。で、午前中はいろんなイベント。まあ、イベントがあったりなかったりもしますが、っていう形でやってました。で、やはりそのね、プールでみんな子供さんが遊ぶともう仲良く、すぐ仲良くなれますんで、今回、まあ、1週間滞在していただいたご家族は2家族、来てくださったんですけども、本当にもう、本当に家族、一つの家族みたいにですね、仲良くなってですね。これ、うちの、実は、真ん中に見てるうちの息子、3歳の息子なんですけども、もうみんなと仲良くなって、また、じゃあ来年、まあ、冬休みかな、また冬休み来るね、とかですね、いうような、形になったりとかですね。まあ、これ、近所のお子さんもですね、ちょっと遊びに来たりとかですね。まあ、そういったことで、まあ、遠方から来られる家族と、京都の近隣の家族が、ここで一つ、こう、つながって、みたいな。まあ、そういう関係性ができると、じゃあ、次の休みもまた来ますね、ってことですね。じゃあ、来年もまた、じゃあ、来年は、京都じゃなくて、来ていただいたところに遊びに行きますよね、とですね。まあ、そういった会話が実際生まれてましたんで、まあ、ワーケーションを通して、人がつながっていくっていうところが、すごく、なんて言うんでしょう。リアルにできてるな、っていうふうに感じました。これがまあ、後半の、これ引き続き見えてますかね？見えてますでしょうか？大丈夫ですね。はい。見えてますね。後半の、10日間ありましたんで、いろんなアクティビティが、随所にありまして、で、私の妻がヨガのインストラクターをやってるってこともあって、まあ何日間かは、朝、みんなで、親子でヨガを一緒にやったりですね、してまして、こんな感じで、まあ、息子も一緒にですね、ヨガをしたりとかですね。まあ、こういう形で、まあ、私たちの宿に、子供も、実際住んでたりもするので、まあ、ご家族の方々も、まあ、安心してというか、していただけたのかなっていうふうに、感じています。あとは、地域玩具インストラクターという、宮川先生っていう先生が、京都に住んでいまして、まあ、その方に来ていただいて、地域ボードゲーム体験ということで、お子さんみんなで、ボードゲームで一緒に遊んでですね。で、なかなかそのやっぱり子供の年齢がばらつくと、まあ実際難しい面はあるんですけども、例えばまあ私の息子が3歳で他のお子さんが5歳、6歳だったら、まあ、ちょっとね、バランスが、っていうのはあったりもしたんですけども、まあ、総じてみんな仲良く、遊んでくれたっていう形で、まあその間に、まあ奥でお母さんたちは、お仕事しているという形です。はい。こんな形ですね。はい。ですので、我々が今回、その親子ワーケーション、あ、これは花火ですね。まあ、夜はちょっと花火をみんなでしたりですね、中庭に。
まあ、ワーケーションの中で、まあ、そんなに、まあ、コンテンツをなかなか難しくて、たくさん詰め込むっていうのは難しいなと思ってたんですが、まあ、自分たちで全部やるっていうよりも、その自分、実際その、すでに、ボードゲームで、お子さん向けにやられたりとかですね、そういう方々とつながって連携して、一緒にですね、やっていただいたっていうのが、今回の親子ワーケーションのイベントとしてはすごい、なかなか良かったのかな。ただ、まあ、やっぱりコロナの状況もあってですね、本当はもう少し、5組、できれば5組以上ぐらい、家族一緒にですね、来ていただければ、もっと、まあ、ワイワイ賑やかになったのかなっていう形ですが、先ほど申した通り、長期、1週間滞在いただいた方が2組で、数日間滞在の方が2組、合計4組ですね、来ていただいたっていうのでして、で、まあ、そんな中でみんなで一緒に夜ちょっとご飯を作ったりとかですね。まあ、たまたま、誕生日のお子さんをお持ちの方がいたので、こうやってケーキを作ってですね、お祝いしたりとか、いうような形で、最後帰っていくときには、まあ、また、冬遊びに来ますね、っていう形で、言っていただいたりですね。っていうような形で、かなり、我々家族でこの宿をやってるんですけども、私たちの、私たち家族としてもすごくいい、時間だったなと思いますし、参加した方々の声を聞いてても、まあ、一週間、まあ結構一週間でね、なかなか、滞在時間としては長めだと思うんですけども、落ち着く感じで、まあ、本当に親戚の家、お友達の家に来ているかのような、形で滞在できたという声をいただいてまして、ですので、まあ、このワーケーションの企画自体はですね、まあ、今回、ある方、まあ、さっき見てましたけど、小玉さんという方とですね、結構全国でワーケーションの企画をやられている方と一緒にですね、企画をさせていただいて、で、また冬もできればちょっと企画したいですねって話で、今進めているところでして、ですので、まあ、私たち宿泊施設単体でやるっていうよりもですね、まあ、やられている方だとか、まあ、そういう気概のあるというか、気持ちのある方と一緒に連携してやるっていう取り組みできるっていうのは、できるようなことができれば、まあ、うまく進んでいくんじゃないかなっていう形で、今回、やっていてよく思う。感じたところですね。で、まあ、それ以外にもですね、親子ワーケーションだけではなくて、今話しているところで言いますと、企業さんが、例えば、ある企業1社だけじゃなくてですね、まあ、何社か、まあ、例えば5社ぐらいが、各それぞれ1社、2名様ぐらいが来ていただくと、まあ、だいたい10名ぐらいになりますんで、まあ、昼間は自分たちでお仕事、自分のお仕事をしていただいて、まあ、夜ちょっと交流会というかですね、ここの、リビングルームでみんなで食事しながら、例えばある会社さんの、まあまあ新規事業をどこまで話せるかどうかわかんないですけども、ちょっとざっくばらんにお話をする中で、例えばまた、その中でうちのこのビジネスとそちらの、技術がうまく融合したらこんな事業できますよねとかですね。まあそんな話ができればいいなというふうに思ってまして、まあ私自身直近まで島津製作所という京都のメーカーにいたんですが、今ちょっと話しているのは、まあ島津の、まあ、同期が今度来てくれるんですけども、まあそういうメンバーと、まあ例えばいろんな地方の会社さんだとかがたまたまここに来てですね、出会ってお話をする中で何か生まれたら面白いねみたいな話をしました。まあ企業が複合、なんていうんで、名前がちょっとあれ思いつかないんですけども、まあいろんな会社さんが集まって一緒にワーケーションするっていうのも一つ面白いんじゃないかなってことで、ぜひ取り組んでみたいなっていうふうに、まだちょっとなかなか事例がうまくできてないんですけども、そんなことをやっていきたいなっていうふうに、思っているところです。まだまだちょっとお話したいところはたくさんありますが、一旦このあたりで、はい、終わらせていただきます。はい、ありがとうございます。お話ありがとうございました。はい、いろんな最初の、まあ、里山的な、まあ、農業 の, そういったところとの連携で新しい商品開発をするっていう取り組みだったりですとか、親子ワーケーションについてもかなり、ご家族をと連携してというか、家族一体となって取り組んでらっしゃるようなイメージ、うん、そうですね。すごい息子さんがモデルみたいな形になっていると思うんですけれども、非常に現場感が分かるお話ありがとうございました。はい、続きましてですね、松島さんの方にお話しいただければというふうに思っております。はい、松島さん、ご準備よろしいでしょうか。はい。
じゃあ、早速。はい。じゃあ、松島さんのお話を、していただければというふうに思ってます。画面共有されますか？はい、します。はい。一応、じゃあ、ちょっと映るかどうかっていうところを確認させていただきながらと思っております。はい。はい、私の方はですね、ちょっと画面共有する前にちょっとだけお話しさせていただきますと、ワーケーション自体をあんまり意識してこれまで取り組んできたわけでは全然ないので、ちょっと参考になるかどうかはわからないんですけど、大きな括りで言うと、これもワーケーションの一部っちゃ一部だな、みたいな、そんなところと、あとは、こういう取り組みの中でこれってワーケーションってうまいことなんか、リンクさせれそうだなっていう、こうシーズですかねが結構あるなというふうに思ってまして、なので今日は私のちょっとお話の中で、まあ、どんなことやってるのかっていうことが基本のお話にはなるんですけど、その中で、まあ、ワーケーションと絡むならここら辺かなとか、そういうところをちょっとお話ししていますいけたらなと思っております。はい、今日、よろしくお願いします。じゃあちょっと、画面共有させていただきます。はい、ありがとうございます。はい、可能であれば全画面表示でお願いできたら嬉しいなと。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ではお話し進めさせていただきます。まず私の住んでるところなんですけど、この瀬戸内海の八代島っていう島です。皆さん周防大島っていうんですけど、あれ町名で、島の名前は実は八代島です。はい、でこの島、本州と橋でつながっておりまして、こういう金魚の形してますので、よく近隣からは金魚島と呼ばれています。この金魚の背中のあたりのこの、お家のマークのあるあたり、これがうちの会社のあるところになっています。ちなみにですね、私この島の出身ではなくて、実は、京都出身です。なので藤田さんに非常に親近感を持って今ずっとお話を聞いてたんですけど、今日はちょっとすみません、京都つながりの人が多いなという感じで申し訳ないんですが、はい、私はどちらかというとこう移住者で、妻の実家がこの島にあって、この島に、でビジネスをしているっていう形になっています。はい、でこの島実はハワイのカウアイ島と姉妹島で、ハワイへの移民を、日本の市町村で一番多く出している町がこの周防大島になっています。で、今ではこのフラのイベントとかもですね、実際に島でやっております。で、主産業が、まあ、柑橘産業ですね。はい、で私が今50歳で、島に移住したのは2007年で、現在従業員が27人で1ヘクタールほどの畑があって、ジャムを年間15万本ぐらい作ってるような、そんな会社を経営しています。で、妻の実家はお寺でして、妻のお父さんが前住職、2018年に妻が住職として継ぎましたので、住職の普通男性なんですけど、住職がだいたい男性で、奥さんのことを棒守り、お坊さんをお守りするので棒守りって言うんですけど、私は全国的にも非常に珍しい男性棒守りとしても一応副業しております。はい、でまあ、これ略歴なんですけど、京都で生まれ育って、まあ、京都で大学院までいて、で、中部電力っていう名古屋の電力会社に、まあ、11年間勤めている間の2年間ですね、社内の、社会人インターンシップっていうんですかね、で、東京のベンチャー企業の社長のカバン持ちを2年間実はさせていただいた経験があって、でその時にベンチャー企業が5人ぐらいだった会、7、8人はいたな、の会社が2年後には50人ぐらいの会社になってまして、でその時にこうなんですかね、こう自分は電力会社っていう本当に一人じゃなかなか変えることのできない大きな会社の中でこう働いてたのと、本当にベンチャー企業で一から全て全部やらないといけない、で明日倒産するかもわからないみたいなところの、やっぱり
仕事のやり方ってもう180度違う、その経験をさせてもらったのがすごい今としては役に立ってまして、で、まあ、後でもちょっとまたお話ししますけど、やっぱりこのワーケーションとかも非日常、つまり普段の業務じゃない全く異業種、とか本当にそういうベンチャー企業的なところであるとか、田舎の面白い会社の社長のカバン持ちをするとかですね、そういうのも実は一つテーマとしてあっても面白いのかなというふうに感じております。で、2007年に、まあ、島に移住して、で農業部とか立ち上げて、まあ、事業をやってるんですけど、島が実は高齢化率日本一だった島っていうのを移住してから妻のお父さんに教えてもらいまして、移住する前に普通言ってくださいよって言うんですけど、まあ、来たからにはやっぱりどうにかしないといけないなっていうところで、島への移住者をですね、どんどん呼び込むような、そういう取り組みを、島の若手の事業者8人ぐらい集まってですね、民間で、そういう取り組みをする島クラスという会を立ち上げました。で、これ一方で行政は行政で定住促進協議会というのを立ち上げていただいて、まあ枠組みは行政で作りつつ、中を泳がせてもらうのが我々みたいな、そんな形で移住者の、勧誘みたいなことをやってたんですが、なかなか地方の島って結局高齢化率日本一になったのはみかん産業が儲からないから息子さんたちをみんな都会で働いてもう帰ってこなくていいよと言って、残った人たちが年取っていったから下がいなくなって、高齢化率日本一になっちゃってるっていうようなところがあって、結局島の産業儲からないのを儲かるようにするにはどうしたらいいかとなると、やっぱり例えばみかんも直売比率を上げた方がいいよねっていう話になってくると、観光っていうのはおのずと非常に重要な産業だなということになってきてですね、でそこで我々もジャムを単純に東京の、どっかに売ってもらうっていうよりは、お客さんに来て買ってもらった方が利益率がいいわけで、ということを考えて、まあ、観光をもっと盛り上げようということで観光協会に入れていただいたというような形になってます。で、あとは、まあ、いろんなことやってるんですけど、2015年、山口県のキャリア教育推進会議の委員をさせていただくことになったんですけど、これも、結局、自分の経験で言うと、大学卒業間近になって、やっと、こう、就職先を選ぶ。で、それも大体、こう、なんだろう、求人の、中からしか選んでなかったなと。で、人生の中に、こんな田舎で起業するなんてものは、大学の時に全く頭になくてですね、で結局それって地元にいる間にその事業を起こすとかっていうのも選択肢の一つなんだよとか、そういうことをちゃんとキャリア教育の中で教え込まないと全員地方から都会にしか出ていかないんじゃないかということで、そういう地元に残る子たちを、もっと教育していく、そういうことをやっていきたいというので、まあ、キャリア教育推進会議に入れていただいて今も活動しています。で最近は2020年コロナの、状況が始まってからレモンチェッドというレモンのリキュール酒ですねを作るプロジェクトを始めてるんですけど、単純に物を作るっていうのではなくて、これ関係人口をどう生むかっていうことを、コンセプトにやってまして、でこの関係人口が結局これワーケーションに近い人たちをかなり呼び込んでるなと思うので、これも後でちょっとお話をさせていただけたらと思います。はい。でまあ私自身作ってるのはこういう非常に単純にジャムを作っております。年間180種類ぐらいのジャムを作ってまして、大体20代前半から70代、中頃のメンバーで、会社の方を運営しています。で、これは先ほど言いましたね、高齢化率日本一だった。で、最近ではやっぱり移住で、いろんな事業を起こす人を呼び込んでるところもあって、これ、日経新聞さんなんですけど、全国紙で、まあ、人が人呼び企業の連鎖という形で、まあ、取り上げていただけるような島に最近はなってきてまして、まあ、ワーケーションとかで来ても多分面白い人と会える島としてはとても魅力的なんじゃないかなと思います。
で、うちの会社はですね、なので高齢化で日本一の島だったんですけど、そういう島で100年続く産業を、我々が作ろうというところを意識して事業をしています。で、特にですね、今、里山オープンイノベーションという言い方を一生懸命浸透させようと頑張ってるんですけど、まあ、オープンイノベーションで結局一社じゃできないことをいろんな、連携先と連携して、新しい価値を生み出していくというようなそんな取り組みなんですけど、まさに私も移住者で一人で何かできるわけではなかったので、まあ、いろんな人を巻き込んで、やっております。なのでこういういろんな人を巻き込む中で多分ワーケーションに来た人たちも参加してもらえると面白いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、やってることはこの本当にいろんな人を巻き込むで、その長所でチーム作って、チャレンジしてうまくいけばドンと大きくしていくみたいな、そんな取り組みをやってます。で、まずはうちの会社の社内でどんなことやってるかっていう話なんですけど、6次産業っていう、まあ、農業者だったら大体知ってる言葉なんですけど、農業と加工業と、3次産業ですね、サービス業を、ミックスした事業体のことを1×2×3 が6なんで6次産業っていう言い方をするんですが、そういう取り組みをしています。で、これブルーベリー園ですね、自社農園。これアンズの収穫してるところで、これ耕作放棄地をですね、ブラッドオレンジ植えて、まあ、ジャムに原料にしたり、ここは農家さんがもう管理できなくなったみかん畑を借りて、みかんの島なので、みかん畑を借りてもみかんの木切って他の作物を、まあ、うちは植えると、その代わり地元のみかん農家さんからみかんを仕入れることによってみかん農家さんに経済的な循環を作ろうっていう、そういう考え方ですね。はい。で、ここは芋畑にしてこういう芋掘り大会ですね、やってたりとかします。で、これいちごハウスなんですけど、島の中でいちご作ってる人もほとんどいなかったので、もう自社で作ろうということで、これ、産学、館、ですねの、まあ、連携をして、最新鋭のいちごハウスを建てようということで、普通のいちごハウスの3倍の収量を取れる、実験棟として建てさせていただいて、まあ、実際のところは 2.5 倍ぐらいしか取れなかったんですけど、まあ、そういう実験とかもやってるので、まあ、企業さんとかが参加すると結構面白い取り組みもいろいろできるんじゃないかなと思います。で、うちのビジネスモデルは本当に島のいろんな農家さんとの連携による、産物を、まあ、作ってるという形で、この黄色いところが地元の農家さんで、緑色のところが自社農園ですね。まあ、地元で作ってないけどジャム屋として欲しいもの、例えば夏休みシーズンはブルーベリーを自社で栽培してたりっていうような形で、連携しています。で、ちなみにみかんの加工品とか、加工用みかんっていう、まあ、いわゆるスーパーとかにちゃんと正規品として出せないような、形が大きすぎるとか、そういう加工みかんがどうしても安く、流通してしまうんですけど、それを、まあ、その安く流通する市場価格の、まあ、10倍とか、20倍ぐらいの値段でうちはちゃんと買い取ることによってみかん農家さんに経済的な循環を作っていこうっていうような、そんな取り組みもやってるので、農家さんが本当に協力的にいろんな、こんな果物を栽培したんだけど、お前のところでジャムにならんのかとかいう提案を反対にいただきながら、どんどんジャムの種類が増えていくっていうような、そんな、状況です。はい。で、まあ、ジャム作りのところはですね、あんまりこれ、ここを話しててもしょうがないので、さらさらと飛ばしていきますが、まあ、本当に地域性のあるジャム作りっていうことに、まあ、こだわりを持ってやってますと。あ、ちなみに、秘密の県民賞に、2月3日に取り上げていただきましたと。これお芋のジャムですね。こういうジャムを作ってたり、この夏はかき氷専用のジャムを販売してたりとかですね、まあ、本当にアッパーは1本2300円のジャムもありますし、こういう小瓶で、まあ、種類を楽しむみたいな、そういうジャムを販売してたりします。はい。で、産地産業のところは、こういうロケーションのところでジャム作りの物語を楽しんでもらうっていうようなことをやってまして、まあ、ぜひ藤田さん、
京都から遊びに来てください。そんな感じの感じです。こんなスイーツ出してる感じですね。はい。で、ここまではうちの社内なんですけど、社外とどういう取り組みしてるかということなんですけど、先ほどの藤田さんのお話に近いんですけど、やっぱりいろんなところと連携して新しい価値を作ろうっていうような、そういうことをやっております。で、まあ、これ、移住者を呼び込む取り組みは、先ほど島クラスと定住促進協議会という2つがあって、連携してやってますというようなお話をしたんですけど、こちらも、2011年から、地方創生っていう始まる前からの取り組みとしてやってまして、で、まあ、移住希望者が来ると、その移住希望者と、移住しようかなと思っている、人と、移住したての人で、そういう人たちを応援しようかなと思っているような地元の人たちをこう一緒の、作業とかしてですね、まあ、地域にどんどん溶け込ませていくというような、そんな取り組みをやってました。はい。で、まあ、その取り組みの一つがこういう、共同作業ですね。浜辺清掃を月に1回やって、コミュニケーション取りやすいような場を作っているというような形で、これが大きくなって24時間テレビさんとやったのがこの時の写真ですね。で、そういう、浜掃除とかを入れ込んだこういうツアーを組んでですね、まあこのツアーに参加した人の3分の1が実際に移住してしまったという、人さらいツアーと言われてましたけど、そんなことを、はい、やってました。で、まあ、島の中ではですね、島の中にはやっぱりいろいろと地域資源があるので、それを、まあ、実際に産業にしていこうみたいな、そういう取り組みもやってまして、これ、オイルサーディン、イワシ網の網元の息子さんと、なんかイワシでジャム屋みたいなことできないかなって、彼から相談を受けたので、作ったのがこれですね。で、これがとても人気だったんですけど、どうしても贈答品に1種類しかないと、これ、売りにくい。っていう中でやったのがなかなか都市部のマーケティングをどっかにお願いするとすごいお金かかっちゃうので、反対に移住者が多いんだから移住したての若い主婦の方々がこれ食べて皆さんだったらどういう感覚でこれ、料理に使いますかっていうそういうマーケティングをするための食事会ですねを美味しいもの食べれるから集まってみたいな感じで地元でやってる商品開発をやってるのがこの写真記事なんですけど、まあ、こんなこともやってて、まあ、本当に先ほど藤田さん の商品開発とかワーケーションとの相性がいいんじゃないかっていうようなお話をされたんですけど、まさにそういうところの切り口はありだなと僕も思っています。でこれはその移住者に実は苗木をブルーベリーの苗木を大量に配ってですねみんなで収穫したものをうちに持ってくるとマネタイズできますよというでその代わり栽培の方法だけブルーベリー研究会というのを立ち上げて、一緒に勉強しましょうというような、まあ、今ではどちらかというと飲み会が多いそういう会になっちゃってるんですけど、まあ、そういうことをやって、障害者支援施設の方々も収穫に手伝ってもらうというようなそういう枠組みでうちに実際僕が移住したての頃ブルーベリーって一つも島になかったのが、今年の夏で2トンですね、この島のブルーベリーが集まってでそのブルーベリーを使った相島産ブルーベリーのジャムですっていう僕が自信満々に言ってるのがこの仕組みで出てきてるって感じですね。なのでまあワーケーションっていうかまあある程度固定的な宿にこういうブルーベリーとかを植えといてもらうとかっていうのもありなんじゃないかなと思ったりもします。であとこれ観光協会ではですね、まあ、いろんなことを実はやってましてみかん鍋っていうみかんの産地なんで、ちょっと特色ある鍋を作ったり、こういうこともやってまして、まあ、先ほど言われたその商品開発的なところ観光協会とか巻き込んでいただくと面白いこともできるんじゃないかなというような事例ですね。はい。でサタフラまあ、全国のフラダンスチームとかを結構夏休みに呼んでくるようなこともやってます。はい、で一方でですね、うちお寺なんで、実は町の中の空き家情報がもうほとんど通で分かってしまうんですね。
というのは、皆さん、モントさん の家系図がすべて分かっているので、この方が亡くなった後、息子さんは東京で、お孫さんは東京 の大学卒業して、もうすぐ東京の、企業に就職するんだってなると、この家、もう当分使わねえなっていうのは分かるんで、大体、3回忌とかの時にですね、そろそろ木造建築って傷み始めるんで、なんとかしませんか、地元 の移住者とかに活用しませんかっていうようなことで、空き家を、どんどん掘り起こしていくっていうようなことをやってます。で、なかなか島の中、空き家バンクとかあるんですけど、そのやっぱり全く見ず知らずの人に貸すのは気が引けるな、けどお寺さんが相手に入ってくるんだったらいいよみたいな、そんなことが結構実はあってですね。で、うちがその掘り起こした空き家で、まあ、ゲストハウスを始める人もいれば、社宅として使われる人もいれば、移住者が、まあ、そこに住むっていうようなこともあってですね、まあ、結構いろんな活用が生まれています。おとといもですね、広島三越の方が実は、この4月、来年の4月にですね、島に移住したいというので、この出てきた空き家を物件を1軒見せて、ほぼ制約しましたみたいな、そんなことも、はい、あります。で、実際に、ゲストハウスがやっぱり非常に増えてきてます。この例えばこの3軒のうちの2軒はうちのお寺が紹介した空き家ですね。そういう形で、ゲストハウスが増える中で、アルベルゴディフードという、まあ、取り組み、長期滞在とかして、単なるサイトシーイングではなくて、地元に触れ合う、そういう旅を、まあ、提案する、まあ、これってどちらかというと、ワーケーションには非常に何ですかね、親和性があるんじゃないかなと思ってまして、まあ、ゲスト、アルベルゴディフードっていうのは結局、まあ、島全体を一つのホテルっていうイメージで捉えるっていうことなので、朝食はうちのジャム屋 のジャムトーストが美味しいんだよとか、昼飯はあそこのちょっとローストビーフ丼が美味しかったりするよとかですね、夕方はあそこの温泉施設行っといでって、まあ、そんな形で地域全体に経済が潤うような仕組みでやっていきましょうっていうことを、実は勉強会としてうちのお寺でそういうことをやってたりします。はい。で、一方でですね、恩送り事業としてですね、実はその先ほど言った、高校生までの間にやっぱり地域で事業を起こすみたいな、そんな、人生のあり方もあるんだよっていうのを教えないといけないっていうふうに思ってる中で、まあ、大学生のインターンシップとかを結構実は受け入れてまして、まあ、本当に、単に仕事をしてもらうというか、地域の中の人のつながりを一緒に知ってもらう、経験してもらう、で、地域に田舎に住むってこんなことなんだみたいなことを知ってもらうっていう、そこまで含めてインターンシップっていうのは多分あんまり普通の企業ではないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、こういう教育の中、教育になるとワーケーションとはワークではないのでワーケーションではないのかもしれないんですけど、まあ、一つの切り口としてはこういうこともありえるんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、もう一つ言うと、うちのですね、ウェブマーケティングを担当している方が、実は東京に普段住んでて、東京の AU のウェブマーケティング部の副部長さんが、うちのウェブマーケティングの、仕事を副業としてやってくれてるんですけど、だいたいこう、2、3ヶ月おきに、実は島に来てもらって、まあ、ちょっとコロナの間で少し間は空いてしまったんですけど、まあ、2、3日滞在してウェブの仕事の方なんで、まあ、どこに住んでても全然 OK なんですけど、うちの島に来て結局うちの会社の会社風土を知らずにウェブマーケティングってやっぱりできないなと僕は思ってるので、そうやってこう二重生活まではいかないけど定期的に来ては地域を知ってで、ウェブマーケティング的に都会にいてもつながっていくみたいな、そういうあり方もありなんじゃないかなと思ってます。はい。
で、韓国交流人口とかも結構最近は増えてきております。はい。で、最後に、すいません、時間がオーバーしてるんですけど、最後一個、コロナ時代の取り組みですね、レモンチェロを作るっていう話の中で、これが、大きな枠組みなんですけど、右下が、うちの会社からレモンチェロ、レモンのリキュール酒を作りますと。で、真ん中が、レモンの丘を作りますって、こう、レモンを植える、畑をですね、みんなで作りましょうと。で、左下にその匿名農業部員関係人口って書いてあるんですけど、これクラウドファンディングでですね、実は募集をかけまして、レモンの丘を整備するお金で、レモンチェロを作る設備費を、捻出する、プラス農業部員にあなたたちはなりますよと。で、レモンの木を植えるところから、だいたい植えて5年ぐらいは、うちの島に定期的に農作業しに来ないといけなくなるんですけど、それをし終わって5年後に、その木から取れたレモンで、レモンのお酒を作って、それで乾杯するまでが、一つのクラウドファンディング終わるまで5年付き合わせるという、そういうプログラムなんですけど、でそれを、実際にクラウドファンディングで、募集してやったのが、こちらで、283名の方 が募集して、590万ほど、資金を集めてその取り組みを、やってます。で、クラウドファンディングの面白いところが、そのお金を集めるっていうだけじゃなくて、長期的に関わり続けてくれる方々を、設けることができる。これ結構農業との相性っていうのは非常にいいなと思ってまして、そういう意味ではワーケーションも単に1回行って終わりっていうよりは、こうやっぱりもう一度行かないとっていう形で、何回も来させるっていう言い方は良くないのかもしれないんですけど、何回も関わり続けれる、本当に関係人口になってもらえるような、マーケティングをしないと意味がないのかなというふうに思ってまして、そこがうまくワーケーションには使えそうかなというふうに感じています。で、こんな感じのものをですね、作ってまして、これ最初の、苗木を植えた時の、イベントなんですけど、これメディアの方も呼んで、反対に情報拡散をしてもらっているところですね、はい、レモン農家ですね、はい。で、普段つながれない方はこういうQR コードで特設ウェブサイトがあって、農業部員なんだけど行けない人はこれを見ると、あ、今日こういう作業したんだっていうのが見れるようになってます。はい。で、地元ではそういうレモンの栽培を増やしてもらうような取り組みをやってて、で、今最近は取り組んでるのはこの左上のこの宿泊ですね。島に、江戸時代に柑橘栽培を導入した藤井彦右衛門さんっていう人がいて、その方の屋敷跡とその建物の一部をですね、うちが管理させてもらえることになったので、そこをレモン畑と一棟貸しの宿に変えて、畑仕事する人たちがここに泊まって、で畑仕事して 2,3 日したらまた帰っていくみたいな、そんな取り組みをやろうかなと思ってます。はい、ということで例えばオープンイノベーションで100年後の地域のために今できることっていうのをいろいろと取り組んでやってますということで、すいません、かなりオーバーしてしまいまして、以上です。はい、松島さん、ありがとうございました。面白いお話、非常にいろんなこう取り組みをされていて、お二人にちょっと共通して聞いてみたいなというふうに思っているところが、藤田さんも松島さんも自社だけでやってらっしゃることではなくて、本当地域の方だったりですとか、地域外の方々と一緒にコラボレーションされて、ワーケーション事業だったり、その他の事業にも取り組んでらっしゃる。で、一方で、ジャムズガーデンのこう中心事業とちょっと遠そうなところだったりとかっていう、ある種するようなことも結構手掛けられてらっしゃって、っていうところで、そう純粋にこうすごいなとかっていうふうに思いながら、どうやったらそういったことが、多分お人柄とかっていうところもあると思うんですけれども、なんかこう真似ができたらしたいというふうに思っておりましてなんかどういうふうにしたらそういう人たちと連携してプロジェクトを起こしたりだとかっていうのができるのかっていうのを、ちょっとお二人に
お伺いしたいなというふうに思いました。先にちょっと藤田さんから。はい、そうですね、まあ、私も逆に教わりたいぐらいなんですけど、結局やっぱり人のつながりなのかなって、この特にこのコロナになって余計思っているんですけど、例えばこの、少し前に近くに出汁の出汁屋さん、うねのっていう名前の出汁屋さんがある、お出汁ですね、かつお出汁のお出汁があって、実はその私の宿から本当歩いて10分15分ぐらいのところにお店があって、まあ、前からコロナ前から実は知ってたんですけども、コロナになってよくよくこの周辺の私の宿から歩ける範囲で何があるかっていうのをよくよくもう一度見渡したところ、こういう素晴らしいコンテンツがあるじゃないかっていうのを改めて気づいたというか、気づかされたというか、まあ、それで自ら伺って、でワークショップに参加させていただいて、でつながって、ぜひこのまあ、いろんな方にそのワークショップをやっていただきたいんで、次回こういうワーケーションの企画からのでお願いできませんかっていうふうにお話しに行ったりとかですね、なんか地道に足で稼いで、人とつながりをコツコツつないでつながれたりとか、つないだりとかですね、そういうところの蓄積なのかなっていう、ちょっとまあそういう意味で言うと、なんかね、かなり時間が必要なのかっていう感じもしますけども、そう、もう本当この数年でつながった方々と一気に何かできたりとかっていうところは実際起こってますので、まあ、そういう人と人のつながりをいかにこう大事にというか、大切にというかしていくことなのかなっていうふうに私自身は思っていますが、いかが、松下さんいかがですか？そうですね、本当に何ですかね、まあ、結局同じ業種の人が集まるのも、まあ、一つの力になるんですけど、全く違う業種の人が絡むとまたすごい面白い、まあ、特別な目線が入ってくるので、まあ、できるだけなんか異業種の人たちがいそうなところに反対に僕は結構出向いていくっていうのはありますね。なんか藤田さんも多分そんな感じなんじゃないかなと。まさにそうですよ。私も本当この2年間特にもう全然関わってなかったようなところの世界にちょっと足を踏み入れてみたりとかですね、そういったところで私がこう普段想像しているところじゃないところの視点で物事を考えている方々とつながるってところは、まあ、そこ自身がまあ面白かったりもしますし、そこで何かこう面白い発想とかですね、アイデアをいただいたりとかいうところが、まさにそれはすごく共感します。そうですね、藤田さんのそのコンテンツ発見力っていうのがすごいなと僕は思って聞いてたんですけど、ワーケーションもやっぱり単に来てロケーションのいいところに泊まってなんか仕事一緒にやりゃいいっていうもんではやっぱりないなと思ってて、そのコンテンツをどうその魅力的でワクワクさせるコンテンツ作れるかだと思うんですけど、そこが非常になんかセンスを感じる開発をされてるなと思いました。ありがとうございます。ただ私も本当につながり、まあ、さっき私が言った言葉通りなんです。本当人のつながりでご紹介いただいたりとかですね、例えばソプラノ歌手の先生も私の宿に長期滞在、数ヶ月ぐらい滞在してくださった方が実はこういう方がいて、そのソプラノ歌手の先生も実はコロナで結構、まあ、打撃を受けたというか、やっぱり対面で教えれなかったりとかって機会をずっとこの2年間過ごしてきた、まあ、オンラインで主にやってたけども、まあ、リアルな場所でぜひやりたいっていうことをお聞きして、じゃあだったらこのワーケーションの時に お子さん向けに、まあ、リトミックとかやられてる方なので、お子さん向けはすごく得意ってことで、ぜひじゃあどうですかって、っていうところで、じゃあぜひやらせてくださいっていう、こう本当になんか、まあ、なんて言うんでしょう、本当につながりというか、運命というか、縁というかですね、っていうところがどんどんこうつながっていったっていうところで、今回やれたのかなっていうところ。ですね、面白いですね、ありがとうございます。さらにちょっと踏み込んでちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、こう異業種の方と出会うじゃないですか、出会ってそこから何かことを起こすまでに何か企画をしたりだとかプロジェクトにしたりだとか、何かそういう手順というか進め方になってくるのかなと思っていて、そのあたりのまあ何かやりましょうねっていうところから一歩踏み込んで次のプロジェクトに進むっていう時に何かこう気をつけてらっしゃることとか、なんか逆に言うと
そんなたくさんのプロジェクトをこう回せるのかなみたいなところも現場的にはどうしてらっしゃるんだろうみたいな形で思っていて、その辺のこう進め方というか、何かちょっと、まあ、抽象的になって、な質問になって答えづらいかもしれないんですけれども、なんかこう、つながってから一歩企画にしていくっていうところで、何か気をつけてらっしゃることとかあれば、ぜひ聞いてみたいなと思いました。藤田さん、いかがですか？そうですね。やはりそのやっていただく方にとっても、まあ、なんていうんでしょう、メリットと言ったらちょっとなんかあれですけども、うん、やはりね、お願いするだけではなくて、その やっていただく方にとっても、何かここで やることが、何かしらこう、うまみというのか、メリットというのか、があるようなことを、やっぱり探るというか、お互いがこう、ね、ハッピーになるようなところが何なのかっていうところを考えて、例えば、コンテンツやられる方が、まあ、普段だったら、例えば、ね、高単価なお金をいただいているとしたとして、まあ、そこまでの、コストというか、ね、予算があるわけじゃなかったら、もしかしたらそれはね、その方にとってちょっと失礼なのかもしれない。じゃあ、だったら、その、何かご紹介いただけ、まあ、実際そのボードゲームの先生はまさにそうだったんですけども、じゃあ、その、私がつながりのある、主婦の方で、ボード、子育て、ボードゲームで子育てをやっている方をご紹介しましょうっていうふうにご紹介いただいたんですね。最初、ミーティングしてた方から。なので、お互いそのね、なんて言うんでしょう、まあ、ハッピーなところを探り合うっていうところなのかなって、ちょっとうまい答えになってないですけど。でも、そういうやっぱり、自分たちだけでやるんじゃなくて、何かをやりたい人と、こう、宿をつなげてどうするかみたいなことを、うん、考えてらっしゃりながらこう企画を作っていくとか、まあ、自分たちで藤田さんがずっと自転車だったりヨガの体験をずっとしてるっていうよりかは、はい、いろんな人にやっていただくっていうような感じで、そうですね、そうですね、はい、やはりその場所をね使いたいというか、場所がなくて困ってる方ってやっぱり世の中にたくさんおられると思いますし、そういう方々とうまくこう出会うというか、つながるというか、見つけ出すというとかっていうところがポイントなのかなっていうふうに感じてます。私も逆にもっともっといろんな方と出会いたいんですけど、うん、はい、そういう意味ではありがとうございます。松島さんは何かこう工夫されてることとか、どうやってからプロジェクトこれ、まあ、いろんな取り組みしてるんですけど、いっぱい失敗もしてまして、はい、うまくいかないこともやっぱりもちろんある中で、うまくいきそうなものをやっぱりこう広げてやってるっていう、そんな感じはありますね。どうしても一人の人間なんで、できる、ね、時間なんて限られているので、その中でやっぱり、あ、これはやっぱり無理そうだなっていう場合はちょっとやめようかって、うん、あっさりとこう、うん、撤退するときは撤退するっていう、そこら辺は、はい、メリハリつけるようにはしてますね、うんうん、なるほど。結構もう、あ、こういう授業はちょっと失敗そうだなとかって、こういう授業はやっといた方がいいなとかっていうのは結構やってみないとわからないものですか？それともなんかやってるうちに結構、あ、これはちょっといけそうだなとかっていうのが身についてくるものなんですかね？あ、僕ですか？あ、そうです、はい、はい、そうですね、なんかうまくいくのはなんか、あ、未来が見えるというか、あ、こう転びていくなっていうのが なんとなく見えるのがあったときは、あ、だいたいうまくいくんですけど、どう考えてもこれ先が見えないなっていうことがあると、やっぱりちょっと立ち止まろうかっていうことがありますね、はい、なるほど、ありがとうございます。なんかワーケーションについての未来とかも松島さんからどう見えてらっしゃるのか見てみたい、はいはい、でも私、松島さんの話を聞いてても、絶対そちらに伺おうと。ありがとうございます。はい、1日2日じゃ多分足りないだろうから、3日4日滞在したいなっていうふうな気持ちにすでになってますので、はい、私も京都に帰った時にぜひ寄らせてください、はい、ありがとうございます。あと藤田さんのところで親子ワーケーションについて のご質問がチャットの方でいただいてたんですけれども、はい、ですね、内容が、親子ワーケーションを受け入れる場合についてなんですけれども、親が働いた時間帯に保育関係の有資資格者
の、常駐だったりとか、そういったことって必要なんでしょうかみたいなことをちょっと。なるほど。そうですね。事前に我々はもうすでに参加される方にお断りはしていまして、まあ、見守りをしますと。で、未就学児の場合、方の場合は、まあ、基本的には、基本的には親御さんが、まあ、見ていただくっていう前提で、まあ、どちらかですね、お父さん、お母さんが例えば2人いらっしゃったら、どちらかがお仕事している間は、どちらかが見ていただくっていうのが前提で、まあ、ただ、やっぱり未就学児の中でも、もうね、お子さん1人でも、なんかね、なんて言うんでしょう、もう、全然問題なく過ごせる方は、まあ、見守りますというところで、何かね、やっぱり泣き出したりとかですね、いう時は、まあちょっと、例えばお部屋で仕事されてたら、まあノックしに行きますよっていうような、まあ一応前提としてですね、お伝えしておいて、いうふうに形にしてまして、ですが、特にその有資格者の方、がいますとかですね、そういうことはお伝えしてなくて、我々スタッフだとか、あとインターンシップで来ている学生さんが、まあ、その期間、まあ時間でいうと9時から16時の間は見守るようにしますよというようなお断りをして、今回、10日間のプログラムは実施していました。まあ、大体のお父さん、お母さんが、まあ、ちょっとやっぱりこの時間、1時間はオンラインでどうしてもちょっと抜けないといけないので、ちょっと見ていただけますかとかですね。まあ、そういう形で、こう、お声掛けいただいて、まあ、もちろん見ますよっていう形ですね。いう形でした。だから、なかなかそこもですね、あんまりこう、お互いが気を使いすぎると、うまくこうね、やっぱり1週間も滞在するわけですので、まあ、その辺は確かに難しいところというか、まあ、気を使うところでも、まあ、やっぱお子さんをね、見守るわけですから、やはりね、何かあったらダメですので、っていうところはありましたが、まあ、僕たちの子供も、宿にうろうろしてたので、まあ、子供と一緒に遊んだりとかですね。まあ、そういう意味では親子が何組かおられれば、お子さん同士でこう遊んで、その遊んでる様子を横で見守ってるみたいな、そんな、場面が多かったように思います。ありがとうございます。会場から松島さんにご質問いただいているというところなんですけど、親子ワーケーションにちょっとひもづいて少し質問がもう一つありまして、親子ワーケーションの中で、今イベント的に3泊4日されて、その後1週間で、まあ、ちょっと常設プールを置かれたりとかしながらこう体験の受け入れをされてたかなというふうに思うんですけれども、今後まあ、冬にもやりましょうねみたいなお話をされてらっしゃったりしたと思うんですけど、やっぱりこうどんどん伸ばしていくっていう方向になるんですかね、企画自体が、プログラム自体が。どんなこう計画をされていらっしゃったりするか、ちょっとお伺い。私ですかね。あ、そうです、そうです。はい、そうですね、まあ、京都っていう場所柄の特性上ですね、やっぱりその言葉、参加者の方で意見があったのが、まあ、その例えばこの子どもが、まあ、学びの場としてですね、例えば歴史の、場面とかいろいろあるじゃないですか、そこに例えばガイドをつけてもらって、お子さんだけで、ガイド、まあ、もちろん親御さんも行っていただいてもいいんですけども、行ってもらうような、まあ、その間に、まあ、ガイド付きですから、その間にこう、まあ、お父さんお母さんはちょっと午前中は仕事してるとかですね、まあ、そんなところの、まあ、ですから、まあ、修学旅行の一般家庭版みたいなところで、一般家庭一組だったらやっぱりコスト的に、まあ、そのガイドさんを一家族でカバーするよりも、何家族がいれば、まあ、コストが下がるわけですので、まあ、それができれば面白いのかなみたいな。で、例えば今日はこの、うん、まあ、その歴史の中でこの人物に、焦点当ててとかですね、なんかそうするといろいろ日数、まあね、変えてできたりとか、でも時代背景をちょっと変えたりとかですね、まあ、いろいろ、まあ、串刺しはできるので、まあ、そんなことができたら面白いねっていうような声もあったりとかしてまして、まあ、なかなかそれをね、じゃあどうやってやっていくかっていうところは、まあ、これからなんですけども、まあ、そういうのはあっても面白いのかなだとか、あと、まあ、私たち毎年除夜の鐘をゲストとみんなで行ってるんですけども、まあ、何家族か一緒にですね、まあ、お正月ここでワーケーションされる方がどれだけいられるかあれですけども、まあ、じゃあみんなで除夜の鐘つきに行きましょうとかですね、まあ、そんなこともかなり印象に残る旅になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。先ほどこの前の回の時に
ワーケーションのコンテンツは2週間から1ヶ月ぐらいのコンテンツを作るべしというあのレクチャーがありまして、なるほど、まさに藤田さんはそういう どんどん伸ばしてらっしゃるんだなっていうふうに思って、あのあそういうことかと思いながら、そうですね、まあ、冬だったらね、餅つき一緒にやりましょうとか、じゃあね、みんなで一緒にあの初詣行きましょうとか、あのいろいろ、で夏はそうめん流しやりましょうとか、花火やりましょうとか、でもちろんそのね、1週間とか2週間、全部が全部参加も OK だけども、まあまあ、例えば3日以上にしておいて、このパートだけ参加とかですね、そういう方々、まあ、いろんな家族がいてもいいのかなっていうふうに思います。まあ、もちろん宿側としては、まあ、長期滞在していただけると、嬉しいなってところもありますけども、ありがとうございます。すごいあの京都の歴史とかお寺とかそういったコンテンツを生かしながらみたいな形で、あの非常に面白そうだなというふうに思いました。ありがとうございます、はい、で最後にです、あの会場だったりオンラインからあの質問があればというふうに思っていて、先ほど松島さんにご質問があるというふうにあの会場からご質問がいただけるというところであの聞いておりますので、はい、会場の方をちょっと振らさせていただきながら、あのワイワイゲートウェイの方で、大変恐縮なんですが、あ、すいません、助かります、前の方に出てきていただいてという形で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。藤田さん、松島さん、今日は貴重なお話どうもありがとうございました。ありがとうございます。私、あの宇部市の小野というところでレストランやっております、恵比寿谷と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。で、今は小野地区っていうのもですね、いろいろ子どもも減少して高齢化が大変進んでおりまして、あの子連れワーケーション企画とか藤田さんのお話にもすごく興味があって本当に勉強になりました。もう本当にもっともっと詳しく聞きたいなという気持ちで今いっぱいなんですけれども、で松島さんもその大島、高齢化率日本一の周防大島をそうやってジャムでこう盛り上げていってるっていうのももちろん僕もいろいろお話は聞いてますし、で、その、私がいる小野っていうところも、それを先ほどおっしゃってました山田の PBL の生徒も、小野地区にも今4人来てくれてます。で、その小野っていうところはお茶どころでして、まあ、小野茶ってその山口県でもまあまあ、多分有名だと思うんですけれども、それも本当に大島のみかんと同じような状況で、作る生産者もだいぶ減ってきて、で、それで、結構やっぱ高齢化も進んできてるっていうのが現状でして、今私もどうにかしたいという気持ちでいっぱいなんですよね。で、まあ、ちょっとこの場をお借りしていろいろ聞きたいことはあるんですけれども、もう一つ聞きたいことがですね、あの松島さんに大島行ったら会えるかなっていう、いろいろ話を聞かせていただけるかっていうことだけをちょっとお伺いしたくて、でこの場に変わらせていただきました。はい、ありがとうございます。あのぜひ来てください。お会いしましょう。はい、すいません。はい、あの本当近々お伺いしたいと思いますので、いろいろ教えていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お待ちしております。はい、どうも失礼します。京都もぜひお待ちします。行きます。ありがとうございます。失礼します。はい、ありがとうございます。あのね、共通してる、まあ、飲食関係のこともされてるとおっしゃられてたので、まあ、共通してるかなというふうに思いますし、あとこの山口県ワーケーションのこの授業の中で、松島さんと今あの一緒に取り組まさせていただくコンテンツもあの作っていこうというところでお話しさせていただきますので、ぜひその回にも来ていただけたら嬉しいなと思っておりますし、藤田さんにもぜひその回にはあのお越しいただけたらと思っておりますので、別途ご案内させていただけたらと思っております。はい、まあ、そうですね、なんかあのいろいろこう、まあ、質問等もあられるかと思うんですけど、ちょっと残り2分程度になってきておりますので、最後にあの一言ずつちょっとあのお伺いできたらなと思うんですけれども、今あの、まあ、松島さんはこう、まあ、ジャムの活動から、まあ、観光の活動から、ワーケーションの活動に、まあ、少しずつ、まあ、これってワーケーションって言えるのかなみたいなところも含めてあの活動されてきているというところだと思いますし、藤田さんはこう宿のところから今までこう外国人のお客様がたくさんいらっしゃって、まあ、コロナの影響でこう考え直してこうワーケーションという授業をこう日本人向けに取り組まれているというお話をいろいろいただいたかなと思うんですけれども、まあ、今後、まあ、ワーケーションが、まあ、言われてから、まあ、3年ほど
立っているというような状況なんですけれども、今後ワーケーションに期待するところだったりですとか、こういうふうに自分はやっていきたいなみたいなところを、お考えのところですね、少しお伺いしたいなというふうに思って、締めとさせていただければというふうに思っております。じゃあ藤田さんから、はい、お話しいただければ、はい、ありがとうございます、はい、先ほどちょっと松島さんの言葉の中にも教育とかっていう言葉がいくつか出てきたと思うんですが、私も学びっていうところが今回コワーケーションを、2回目やってみてよくさらに改めて思っているんですが、やはりその子どもにとっての学びの場、その学びっていうのはただ単になんかね、算数を学ぶとかそういうところも、だけではなくて、大人の中にこういろんな家族、いろんな大人がいる中に子どもも一緒にいるっていう、その時間をそのね、一日だけじゃなくてさ、何日間か過ごすっていうところ自体が、それ自体が一つの価値がある学びの時間だなっていうふうにすごく感じてまして、私の子どもを見てても、それはすごくすごく感じるところです。ですので、そういう意味で、いろんなエリアに行く、その山口県のどこどこに、我々家族が一家していただいて、滞在する、それ自体がもう学びだと思ってるんですね、私としては。ですからそういう場をたくさん提供していくっていうのは本当にこう、山口県と京都の間だけの話じゃなくて、日本全体にとってはもうすごくいい、ことだなって確信を持って思ってますので、もうこれはどんどん、私自身京都でもやりたいですし、自分自身がいろんなとこに行って、学んでいきたい、子どもと一緒にですね学んでいきたいなっていうふうに思っていますので、親子ワーケーションだけじゃなくてですね、企業ワーケーションとしてもそれは、いろんな学び、大人にとっても学びだと思うのでそういう場をどんどん提供していきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。藤田さんは今日はちょっとお話なかったと思うんですけれども、子どもが預かるだったりとかっていう事業も今後、そうですね、はい、幼児教室ですね、児童発達支援事業っていうのを、新規で、行っていくんですけども、それも本当に子どもの、機会をどんどん提供していきたいなっていう思いもあってですね、やっていこうとしてますので、そこはね、全国の親御さんが京都に来て、そういう教室に通いながら、ちょっと観光にも出かけるみたいな、そんな場面も作り出していきたいなと思っています。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ぜひいろいろまた教えていただければというふうに思ってますし、山口にもぜひお越しいただければと思います。行きたいです。はい、行きたいというか行きます。はい、はい、呼んでください。録画しておりますので。いや、僕は有言実行なので。はい、それでは松島さん、最後ワーケーションの展望とか期待することを教えていただけますでしょうか。はい、そうですね、一つは、この時間のもう一つ前の時間の最後の方でちょっとお話しされてたノンスケーラリビティ、要はどこでも同じように大量生産できる、そういうツアーみたいな感じではやっぱりあまり満足度はないのかなというふうに感じてまして、大島に行くとこういう起業家のカバン持ちさせてもらえるんですよとか、京都に行くとこういう親子ワーケーションができるんですよとかですね、それぞれの個性、地域性を持たせることが反対に付加価値が上がるんじゃないかなというふうにすごい思ってますというのと、もう一つは私の本当に人生経験の中で電力会社の社員だったのにそのベンチャー企業の社長の、カバン持ちをさせてもらったっていう、そこの経験ってのは本当人生で何も変えがたい経験で、これって別になんだろう、本当一日中カバン持って横にいるだけだったっていうこともあるんですけど、それでもすごいこう、なんだろう、普通のサラリーマンでは気づかないこうやっぱり経営者にしかわからない行動とかがあったりするんですよね。でそういうのを自分の会社の、従業員に経験させたい、とかっていう、そういうワーケーションもあるんじゃない、教育、先ほど言われた教育系に近いと思うんですけど、そういうのもありなんじゃないかなというふうに非常に思いました。以上です。ありがとうございます。なんか山口県の中でも今、
先ほどおっしゃられてたのはインターンシップみたいなところだとは思うんですけれども、それが中長期になるとワーケーションっていうことなんだなというふうに思うんです。それが越境して地域を越えてとかっていうことをもう少しやりやすいような社会だったりだとか環境にできたらすごいいいなというふうに思いました。この授業でもですね、コンテンツをこう作っていくというところで、できるだけそのまあ、座観光というか本当にこう体験エクスペリエンスみたいな感じではなくて、こう地域の人たちの生活感とかっていう、そこで何かシナジーが生まれるようなプログラムを作っていきたいなというふうに思っておりますので、今日は聞いていただいた皆様も含め一緒にコンテンツを作っていけたらというふうに思っておりますので、ぜひぜひ、これからもどうぞよろしくお願いいたしますということで、第4回の授業こちらで終了とさせていただきます。お二人今日は遅い時間までありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。はい、ありがとうございます。はい、最後にですね、私の方からアナウンスがございます。ですね、アンケートの方ですね、回答いただけたらと思っておりまして、今、Zoom のですね、チャットの方、参加者の、皆様の方のお手元にアンケートが、あるかなというふうに思っております。そちらの方ですね、ぜひ回答いただいて、第3回第4回分のぜひどうだったかみたいなこうフィードバックをいただけたらというふうに思っています。で、今回がですね第4回になっていて、残す、10回まであと、6回、ございます。ぜひですね皆様に聞いて、体験参加いただけたらというふうに思いますし、今回もですね前の授業ちょっと聞いてなかったっていう方結構連絡がいただいたりするんです。で、それをこう今が面白いからっていうところだと思うんですけど、ぜひですねPTX 上から動画視聴の、画面が動画視聴をこうご予約できる部分がありますので、そちらの方をちょっとご体験いただ確認いただければというふうに思っております。今ちょっと QR コードをちょっとお出しさせていただけたらというふうに思っております。こちらですかね。はい、はい、見えますでしょうか。ありがとうございます。ちょっとこちら画面共有させていただきます。すいません、ありがとうございます。はい、こちらの、アンケートが、まあ、上の QR コードになります。で、下の、次回予約フォームというところで、次回のご予約ができます。次回はですね、9月30日になります。この前の授業で、HAFというワーケーションというか、そういった施設予約ツールがありますというお話がありましたけれども、HAFの創業者、大瀬良さんにお越しいただいて、まあ、そういったこうどうやってワーケーションをこうマーケティングすればいいかとかっていう話をぜひお伺いできたらなというふうに思っておりますし、まあ、ANA の、まあ、新規事業開発だったりいろんなことを取り組みをされていた津田さんにもお話をお伺いできたらと思っております。これが前半ですね。で、後半の方はですね、日本酒だったり、まあ、一次産業飲食関係の、部分をこうどうワーケーションにつなぎ合わせていけばいいかというところで、村重修造さんお越しいただいて、でもう一方がですね、音素普及協会、まあ、京大 の, NBA の先生でもいらっしゃる高瀬さんという方に、まあ、人と人とが出会った時にどういうふうに商品開発をしていけばいいかとか、考え方のことも踏まえてですね、いろいろお話しいただけたらというふうに思っております。はい、なので次回お楽しみいただけたらと思っています。はい、で、会場がですね、ちょっとですね、お時間がこのあと、空港の施設自体も閉まってしまうというところがございますが、まあ、少しですね、今からですね、1分、2分程度ですね、お時間取らさせていただいて、アンケートのウェブフォームの方を記載いただければというふうに思っています。ちょっとお時間取らせていただくので、ぜひオンラインの皆様、現場の皆様も、アンケートを今、回答いただけたらというふうに思っております。じゃあちょっと2分ちょっと時間を取らせていただきます。その間にせっかくなので松島さんと藤田さんいらっしゃっていますので、はい、もし山口県ワーケーション塾今後こう運営もっとこうした方がいいんじゃないかみたいなことがありましたら、なんかこうフィードバックいただけたらと思うんですけれども、
意外とあれですね、最初の商談の時間が結構こうちゃんと合わせていただいて、結構大体皆さん、もうパネルディスカッションが残り10分ですみたいな感じになってしまったりなんです。すごい調整していただいて、やっぱりこう話す時間とかちょっと少なかったりしますでしょうか？どうでしたか、い前や、回。でも、ちょうど良かったのかなっていう感じも、そうね、20分に、ね、凝縮して、まあ、もっと言い足りない、言い尽くせてないところはもちろんあるんですけども、はい、あんまり話すとめちゃくちゃ長くなってしまう、言いがちなので、私も、20分くらいでちょうど良かったのかなっていうふうに 思いますが。すみません、僕の方はオーバーをだいぶしてしまいまして、申し訳ないです。いえいえ、ありがとうございます。そうしました。会場の皆さん、アンケート書いていただいたということで、会場からご連絡いただきましたので、こちらで時間終了とさせていただきます。はい、そうしましたら、この第4回ですね、山口県和気市の事業の、実践講座の方をこちらで終了とさせていただきます。で、会場の皆様、アナウンスがあります。ただ皆さんにぜひ交流していただきたいなと思いますので、ぜひ現場にいらっしゃる皆様と名刺交換だったりですとか、ご挨拶していただいて、会場のスタッフからですね、時間についてアナウンスがありますので、おそらく40分ぐらいまでは、40分出ていただくとかっていう形になるかなというふうに思うんですけれども、そちらの体質対応の方も合わせて、時間ない中ですが、ぜひ交流いただければというふうに思っております。はい。会場の方は大丈夫ですかね、こちらで示させていただいてもよろしいでしょうか。大丈夫そうですかね。はい、細川さん、ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。い、ありがとうございます。じゃあ、こちら終了させていただきます。皆さん、また次回、9月30日、どうぞよろしくお願いします。それではありがとうございました。さようなら。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。このままちょっとズームは置いておきますので、ぜひ、